ましょう。ベーチマジすぎやもん。まだでやもん。分かってるけど。お願いします。よかったせー、なかなかすごいですね。3回目。ダメだ、ビジュに弱い。ダメだ。どうもこんにちは、トミーです。今日はですね、この京楽のショールームにちょっとやってきておりまして、仮面ライダーの収録をさせていただくということですけども、今日は私だけではなくてですね、ちょっとマドンナを紹介したいなと思ってます。トウフライダーライダーキー。なんなんすか急に、どうしちゃった。テンション低くないですか。いやいやいや、もうすごい僕はあの仮面ライダーになりきってたのに、もうなんか敵役みたいになっちゃってるじゃないですか。だってそのなんか鼻なんですか。あ、これですか、はい、これあの仮面ライダー、僕は仮面ライダー世代なんですよ。むちゃくちゃで憧れて、はい、もうなんかこうやってずっとこうやってもう、はい、ライダーっていうより仮面ライダーだったっていう感じですね。ちょっと何言ってるか分かんないです。湯川麻衣さんです。はい、皆さんこんにちは、湯川麻衣です。え、マドンナでいいんですか。はい、もうマドンナですね。もう目がキラキラ、さっきから目がキラ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 してて、もう直視できないですね。チワワみたいな感じで、あなたがチワワみたいになってますね、目がね。あなたの目がなんて。すいません。なんて呼べばいいですか、これからは。普段、はい、マイプって呼ばれてます。マイプ、はい、マイプって呼ばせていただきますので、はいはい、私はトミーさんですか。トミーで、はい、花のトミーさん。花の…ライダー、ごめんなさい、ノリだ、仮面ノリだ意識してますから。ドーン。もうええわ。で、今日はですね、まあ、ただの収録っていう、今までの収録とはちょっと違いまして、はい、今、気候なグループで、うん、コロナ京都プロジェクトっていうのをですね、まあ、ツイッターを中心に、そうですね、ちょうどこのコロナの大変な時期あたりからちょっと始めておりまして、はい、まあ、それはあの基本的には飲食店様を中心にですね、あの店舗の近くにある飲食店様だったりとか、はい、協賛店様をと一緒に、まあ、まさにもう読んで字のごとし共闘していきたいというところで、はい、まあ、我々はもともとそういう SNS、ツイッターではそれなりに店舗からいろいろと、まあ、企業として発信してましたので、はい、まあ、そのお店の紹介なんかをできればいいなと思ってたんですけど、はい、まあ、この気候なチャンネルも、有料化して、収益化してますから、まあ、その収益で得たお金をですね、コロナ京都プロジェクトの協賛店で、はい、飲み食いできればなというところですので、これはまさにもうチャリティー番組というところなんですね。はい、おー、素晴らしい。もう皆さんに見てもらえれば見てもらえるほど、協賛店様にたくさん足を運んで、ご飯を食べたり飲んだりできるというような企画になってますので、素敵な企画ですね。ぜひともたくさん見ていただいてですね、お願いします、というところです。はい、はい、ちなみに今日は何の台を打つんですか。今日はですね、はい、こちらでございます。仮面ライダー GO ON でございます。はい、まあ、9月にリリースされるこの機械なんですけども、うん、まあ、今日は、いち早くこの台を打ってですね、はい、少しでも視聴数を稼いで、はい、この協賛店様に突撃したいと思っております。はい、頑張りましょう。はい、頑張ります。打ちます。はい、さあスペックなんですけれども、この台大当たり確率約319分の1、で広角度器が、約76分の1ですね。で、ST 突入率が約 67% と、継続率がですね、なんとこちらがすごいんです、 83% あります。はい、で今回この台押してるところがあるんですよ。それが U タイムなんですけど、通常低確率を950回回すと1200回の U タイムの時短がねついてくるんですよ。なので、まあ、なんだろうな、ほとんどその U タイムの 98% で一応当たるみたいなので、まあ、今までねすごいハマりすぎて大変だなってなるじゃないですか、パチンコはね。だけどそういうのがなくなるという感じです。ちょっと聞いてくれてます。え、ちょっと一緒にもうちょい絡んでもらってもいいですか。
トミーさん、はい、今回この台の魅力って何だと思います？この台の魅力はやっぱ U タイムが搭載されてるってことではないでしょうか。ボケろよ真面目に答えるな。まあ本当にそのままなんですけどそのまま本当にそうなんですよ。あの950回低確率回すと、はい、1200回の、時短がついてくるんですよ。ついてくるということで、はい、でその時短中に当たる確率が 98%。 もうほとんどやんそうなんですよ。ほとんどね U タイムで、まあ、当たる可能性が高いと。そうですね、はい、ちょっとなのでトミーさんよかったら950回転ちょっと定格回していただいてまあ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 ですけどね、はい、だいぶになってしまうんですけど、一日通してこの緊張してる感じを味わってもらおうということになる汗がもう湧き汗がすごいなんかなんだろう、ツイッターでちょっと拝見してたんですけど、はい、ちょっと思ってた感じと違ったかなってどういうことですか？それはどういうことですか？なんかね、もうちょっとこうなんかなんだろう、ギャグとか言う人なのかなと思ったんです意外と真面目そうな真面目のように見せてる真面目ぶってるまあまあまあ、そうとも言いますけど、はいでもね、逆にすごいと思います。そのホールのこうなんだろうな、ホールの方であんまりなんてお堅い方が多いイメージがあるんですけど、はい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 、なんかね、そんな感じもしないし、柔らかい感じもするし、あ、はい、そう、ありがとうございます。何普通に受け止めて照れとんねんその気になっとんねん。ダメだ、美女に弱いダメだ。さあ一応今ミドル保留が来て、はい、連続予告2回目です。ただなんかね、このここがね、赤まで行くとなんかチャンスになるみたいなんですけど、と今緑まで行きましたね。もう一回連続予告は来ないかな。疑似連でこうやぐものがガンってなるんですね。こちらはアクションリーチに行きました。ちょっとね弱いかなと思うけど、やっぱ SPSP リーチまでね行かせなきゃいけないですもん ね、 そうですね、基本的には。お、え、レッドタイフンアタック、これは何だろう、ちょっと初めてですね。あ、ベルトが赤くなればいいんですね。でもこれでもう当たりになっちゃうんですよ。だとしたら赤まで行けば、赤まで、あ、おい、これで貼って、え、当たった、え、ちょっと待って、当たった、え、めっちゃ速くないですか、え、当たっちゃいましたよ、トミーさん。なんか喋れよ。女性に甘い設定みたいになってないですか、大丈夫ですか。え、これ低確、あれですよね、通常の確率と一緒ですよね。すごい、え、ちょっと引きの強さにびっくりしてます。いや、めちゃくちゃ速いじゃないですか。ねえ、しかも多分王道の当たり方じゃなくて、ちょっとなんかね、でもこういうのでも当たるんだなっていう、ちょっとね、ええ当たり方っすね。ねえ、嬉しいですね、これは。私はじゃあちょっと王道の当たり方見せれたらいいなと思いますけどね。あ、お願いします。これは時短ですね。じゃあそうですね、今ここから120回の時短です。まあでも319分の1を120回転以内に引くので、まあどうですかね。いや、ないこっちゃないでしょ、まあ、いける、うん、いけるっちゃいけそう、なんかやりそうな感じしますもんね。うん、リーチかかりましたね。はい、これ船体、必ず船体なのかな、多分あるんでしょうね、777とかとかね、うん、あったらいいですけどね、どうなんだろう、少なかったらいいとかって感じでしょ。ね、ありそうですよね。このね、プッシュのボタンがね、懐かしい。126ダメだ。マイブのボタンの押し方も可愛いですね確かに、ちょ、僕も思ってました、言わなかったけど、ね、よく見るお客さん、どんな押し方してる、え、お客様で多い押し方ってどんな押し方、あ、気になる、うん、すね、だいたいよく見るのはなんかこういう感じですね。よくは絶対見んな。すごいなんかね、おー、知らん、押してない風に押すでしょなんか、ね、どんだけ周り気にしとんのトミーのおすすめの押し方は、もうめっちゃ強く押しそうで優しく押す最後
滑った。結構これ当たります。滑ったよ。ハードル高いぞ。マジで高い。あと15回です。あ、早いですね、はい、やっぱり次もしチャンス来たらこうやって優しくいや顔も顔もそうですね。じゃあマイブ次お願いしますね。やる言うたんで。難しい。やだ。いやまあまあもしこれがね ST に繋がらなかったとしてもですよ、はいはい、だいぶ早い当たりでしたから。まあそうですよね、結構ほらショールームってあの確率高くなってるって言われがちじゃないですか。ちなみにこれ本当なんですよね。そうですね、これ319分の1飲んで打たせていただいてますから。そうすごい、ね、まあまあマイプ引き強いってことですね。やばいですよね、多分 2,3 回転ぐらいですよ。なんかねホールだといつもこんな引けないんですけどね、逆にそうなんですよ。そうそうなんですよ、はい、というシダではやたら強いんで僕。あ、本当ですか、はい、あれでもトミさんあれ、いやいやまあまあ、まあ、今からです。もうまあまあもう もうあっという間です。あっという間とか言ってる間に私は終わってしまいました。もう目がね、いちいちチワワみたいな目してるんで、はい、もうどうしたらいいかなと思って。キュンってなるでしょ。キュンってなる、キュンってなる。トミーさんもう帰ろう帰ってどこ行くん帰った後よ。なんかトミーのあれないんですか、そのオカルト的な。確かにオカルトね、私よくあの何ですか、グラフを見ますね。もうパチンコ僕は波やと思ってるんで、個人的にはまあある程度波がある上で下がってるのを狙いたいですね。ああ、こう絶対あるぞっていうなんか、はいはい、え、それで勝たれてらっしゃる。いや全然ちょっとあの視聴者に嘘を教えんとってもらいますあのパチンコでのエリアマネージャーとして視聴者に負ける方法を教えるっていう。いやでもなんかすごいな。いやもうこの業界に勤めてるからって別に強くなれるわけではないですから。ああ。いやまあ好きは好きですから。はいはい。はい、で僕やっと今年から収支をつけるようになりました。あ、すごい。え、ちなみに今日が8月現在どんくらいなんですか収支？マイナスもこれちょピーって入れてほしいです。10万ぐらいマイナス。やられて結構やられてます。でも逆にねこれから取れね、まだ半分なんで、まあ半分、まあでも4月5月はねコロナの休業があったから、はい、あの間行けなかったっていうのもあって決まるんですから。そっかそっか、まあまあですよ。まあまあまあ、うん、ちなみにおいくらプラスなんですか。今年ですか。はい、今年はまだ言ってもね5万ぐらい。いやでもすごいギリギリですね。いやそんだけ数いっててね、はい、それを残せてるっていうのがすごいですよね。あ、まあそうですね。マイプーのオカルトはあるんですか。オカルト、なんかなんて言うんだろうな、ちょっとみんながよくやりがちなやつで注意しておきたいことはある、あります。何して。注意しておきもらいたいこと。注意、はい、あ、注意何に注意、注意、注意、調子出てきたぞ、調子出てきた。変われよし。あ、でも、あ、待って、こっちの方がチャンス。これはかっこいい、すごい顔がおお、大チャンス来ましたね。これマイプもこれは行きましたね。ここまでは行ってたんで。そうなんですよ、この後ねどうなるか、ね、ちょっと弱い。前と一緒の演出かな。このゾーン、あ、赤、あ、赤や、赤いける、これいける。ありますよ、これいけるよ。ゴーンとかが来ればね、できればいいけど、いけ、おお、すごいすごい、まさかのやった。これ王道の当たり方でやりましたよ、はい、宣言通り、すごい有言実行。170回転でした。170回転まあ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 、
私がねちょっと時短中引き戻せなかったんで、トミーさんがここは、いやなかなかかっこいいですね、演出がやっぱねえ、すごいですね、迫力。これ120回転以内で引き戻します。頑張ってください、トミーさん、見といてくださいよ。おお、天下保留。おお、来たで。おなんか絵面はデートシチュエーションなんで、やっぱネガティブなことあんま言ったらダメいつの間にかデートして、どうですかネガティブな男性、どうですかあんまりね。すごい嫌です。あいやもうすでに嫌って言われてますけど、まあ顔がね、うん、そうそうそう、顔の部分が嫌だ、もう言われてますけど、顔が、そうです、だってなんかこういう時のね顔がすごい嫌だ、はい、こうやってやる時の顔すごい嫌ですどんな顔してたらいいんですか、じゃあえ、じゃあもう一回やって、うん、最後おかしい、最後そんなんじゃなかったもんちょっと変わってくる、ちょっとずつ変わってくる、この顔が嫌らしいです、ね、いいな、そうやって言われたら嬉しいでしょ、でいやまあ正直、うん、このタイヤでなんか生まれてる感じがしてマイブも今日薄着で可愛いじゃないですか、そうちょっとね、はい、夏をイメージして、はいはい、この夏、真夏ですけど、トミーはどういう感じのファッションの夏場はどんな子がいいんですか。僕ですか、もうタンクトップに白パンの半分切ったやつに草履履いて、もう麦わら帽子かぶってリュックサック背負って僕の夏休みみたいになってるじゃないすごい、よく僕夏で見てました、ゲームしてる時にそういう人、まあまあ本当にそんな、ガチですか、嘘で決まってるんですえ、でもなんかおしゃれそうですよね、私服、まあ服は好きですよ、ね、あ、そうなんですね、なんかスタイルもいいから、あ、結構その似合いそう、何でも似合いそう、回しすぎやん、もう回さんでやん、もういちいち分かってるけど終わってもうたわ言うてる間にやべえ、あ、先読みだったんですかね今、なるほど、これか、あ、おいきなり紫、おいい、今赤でしたからね、画面変わるとき、これはちょっとええぞ、お、私も天下まで行きました、天下緑保留、はい、まだ安心できへん、まだ安心できへんで、どっちが先に当たるかですね、疑似、ね、さん、あ、ちょっとそっちの方が有利じゃないですか、ちょっとええちゃうかこれ、お、実写実写、あれ、おなんかチャンスっぽいな、スタンバイですよ、あ、真ん中にターボが止まって、一応連続予告3回こっちも行きました、あ、金金、おあれ、タイマータイマータイマー、おいわぁいいなかっこええわこれ、あ、赤タイトル、ちょっとこのカードがどうなるか、いやダメでしょ、ダメでしょ、なんかね、さっきのちょっとトミーさんと似てる、あ、おプシュー言うた、あ、来た来た来た、全員 4人揃って、これ赤保留じゃないですか、保留、あ、待って待って待って、レインボーレインボー来た来た、でや、いや、これはありがとうございます、いただきました、一応天下ゾーンですけど、いや私も大丈夫です、私も大丈夫です、本当ですか、
4つ賛成した。よし、このカードがどういうふうに、もう2人いますからね今、トリプル、あ違う、あのそうダブル、 V3 まで参戦、最強ですねこれ。すごい、あ、ゴーンになりました。こっから激ラインになるとさらにチャンスみたいな、ね、カード発動、ライダーキックかっこいい、いけ、おお、やったー、かっこいい、当たりました、先にありがとうございます。すいません、お先になんか当たっちゃった。いやいや、私も当たりますから。やりました、お願いさん、さん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 、めっちゃすげえ、めっちゃすげえ、トリプルや、トリプル、おお、やった、3になった、やりました、核変 ST 入りますよ、イエーイ、 ST 入らせていただきます、はい、ね、すいません、はい、僕だけとかやめてくださいよ、もうお願いします。よいしょか、顔顔顔がすごい、やりました。私も負けじとやりました。じゃあ私は2人同時に ST 突入です。やっぱゴーンにしよう、あレジェンドでもいいや、ちょっとタイミングすごくないですか、タイミングがね、ちょっと私でも、あそっか2人とも ST か、そうですよ、そっか、じゃあ勝負ですね、どっちがだから出せるかです、はい、もし僕が勝ったら、はい、マスク、使用済みマスクください。強一、強一ですよ。絶対やだ、強一です、やった、トミーやった。使用、なんかマスク、使用済みマスクっていうのがなんか絶妙なね、なんかところですよね、すごい、おお、あ、これもう点滅した時点で大当たり濃厚ですよ、これ、あ、このモード、なるほど、はい、パトランプみたいな感じで、そうです、そうです、え、早くないですか、ちょっとトミーさん、私も当てたい、結構かっこいいこれ、え、すごい嬉しくないですか、嬉しい、嬉しい、勝っただけでですよ、マスク、マスク。やっぱね、勝負諦めたあかんのっすよ、そうそうそう、最後まで、確かに、それをね、ライダーは教えてくれた。なんか前半と全然違う方みたいですね、なんかね、いやー、ウィスターでした。え、待って、これなしですよね、え、なしですよね、これ、え、ありですか、ありですか。